皆さん、小説好きですか？自分でも書いたことがありますか？書いてみたいと思ってはりますか？若月ひかるです。今日はですね、小説新人賞のゼロ字選考の話をしたいと思います。ゼロ字選考って何やって思うはると思うんですよ。新人賞って一次選考、二次選考、三次選考、最終選考ってあるわけじゃないですか。でもね、実はですね、編集者が一次選考者に下読みって言うんですけれども、一次選考者に渡す小説、渡さない小説、あらかじめ折り分けてるんですよ。応募規約違反とか枚数オーバー、締め切り後に来た小説、あとカテゴリーエラーですね。恋愛小説の新人賞にデスゲームを送っても、これは無理です。これは採用されません。そういうのはね、あらかじめチェックして弾いてしまうはるんですね。私、編集者に聞いたんですよ。そしたらね、どんな新人賞でもやっぱり1割か2割ぐらいはカテゴリーエラーがあるそうなんですよ。でね、なんでこういう話をしてるかっていうとね、実はですね、こういう例があります。第10回早川 SF コンテスト大賞受賞作、標本作家。この作者、この方ね、実はですね、同じ小説を3回投稿して、3回とも一次選考通らなかったそうです。ちょっとすごない？ 3 回とも一次選考通らへんかった。この方多分ゼロ次選考で落ちてるんだと思う。早川 SF コンテストで大賞受賞ですよ。あのね、大賞受賞する小説であってもカテゴリーエラーを起こすと、ゼロ次選考で落とされるの。一次選考通らないの。この小川先生っていう方はですね、個人のスキルを売買するインターネットサイトがあるのですが、そこで小説の感想を書いて送りますというサービスの人たちに送って、読んでみてもらったら、その中のお二人がですね、早川書房に応募すればいいんじゃないですかって言われたんですよ。で、あ、そうか、早川 SF コンテストに応募しよっかっていう風になって、で、早川 SF コンテストに応募したら、それが受賞っていうことなんですね。大賞受賞です。で、しかも、1回目の応募から1文字も書いてないっていうことなんです。結構ね、こういうことってほんまに起こってるんだと思うんですよ。一次選考も通らなかった。でも私の小説はすごいと思う。そういう人がですね、本当にそういうこの、隙間とかここならで頼まはって思うんですけれども、そういうサービスで聞かはってもいいし、で、私も添削してるので、私みたいな添削サービスやってる人らに聞いてもいい。お友達に聞いてもいい。で、それでですね、なんで落ちたのかなっていうふうに考え直さはった。それが本当に良かったんだと思います。本当カテゴリーエラーするとね、もう全然あかんので、皆さんね、やっぱりね、まずですね、ゼロ次選考を通過する。それをね、目的に頑張ってほしいです。いや、ゼロ次選考を通過するっていうのは本当に、定裁的なもの、それから送り先、そういったことをきちっと守っていただけたら、これは通過するんですが、本当はカテゴリーエラーはね、もったいないな思うんです、ほんまに。そこから始めてみてください。ほなね、お気に。またね、バイバイ。